シアルブラザーズ、うん、サタンの部屋。よくの家はモースニュースで予想していくってやつだぜ。ついにワールドトリガーコラボ始まったぜ。俺もボーダー隊になってネイバーを倒してやるぜ。トリガーオン。さあとうとう、まあ、コラボも始まり、案の定ユーマが大暴れしていて楽しいコラボになってるけども、明日モンストニュースよ。いや、まあ、なんかコラボで完璧にちょっと忘れてたけども、モンストニュースあるから毎週水曜日恒例のモンストニュース予想やっていこうぜ。で、まあ、いつも言ってるけども、まあ、この動画で話す内容はあくまで予想であって、まあ、ニュースまで予想して一緒にワクワクしようってもになってるから、そこはよろしく頼むぜ。じゃあ早速やっていこう。というわけで今回なんと、まあ、スケジュールまたおかしいものがあったから、それを確認していくぜ。次回のモンストの日、2月10日のモンストの日、この日のこの9時から9時以降何もないのよ。で、まあ、モンストの日でこの9時以降が空いてるということは、もうあれが来ると、もうあれだよな、もう書いてるけども超究極が来るかもしれないと。で、今コラボ中なわけよ。コラボ中で、まあラストの方でもなくて、コラボのまあ中間らへんだから、超究極の新シリーズやってくんのかなと。結構今回のコラボってまあ力入れてる感じがするから、そのコラボ中にやってくるか。しかも運極作りも結構大変だし、そのプラスでほら守護獣もあるし、まあ4倍あれば結構楽かもしれないけども、まあそういう状況でコラボ以外のものを持ってくる可能性はどうなのかなというふうに考えると、今回は超究極新シリーズ、またはコラボ超究極追加、またはコラボの何かしらの降臨とかの追加があるかもしれないということで、まずは超究極新シリーズの場合ということで予想していくぜ。で、今回予想していくんだけども、まあ、前回がシンガラハットで、今回は水属性なわけだから、まあ、水属性の昔の星4個のガチャ券を確認したらいいんだけども、いやーもうこれは簡単でしょ。正直これは簡単だわ、これ。もうこれ来るでしょ、本当に。もうこいつでしょ。メジマールド、このパワー、三島春子来るんじゃない、とうとう。とうとう来るんじゃない、いや、来るでしょう。このボール絵可愛くない？俺、あんまりこのイラストの方は、まあまあと思うんだけど、このボール絵がめちゃ可愛いのよ。で、まあ、攻撃型。まあ、ほら、前の動画で俺やったじゃないか、厳選。熱き輸液ついてるから。まあ、ぜひ。あ、でもそっか、こっちにつけてても意味ないのか。ちょっともったいないけども、うちの名前で YouTube 検索すると、三島春子って出てくんのよ。で、しかも、まあ、結構コメント欄で、三島春子、なぜ三島春子なんですかと、なぜ三島春子ネタがあるんですかってすごい聞いてきてくれるんだけど、大体うちのコメント欄でそういう質問すると、まあ、うちを昔から見てくれてる人が、その返答してくれるんだけど、三島春子に至っては誰も返答しないという事件が起こって、事件じゃないけど、起こってるわけよ。それなぜかというと、俺もわからんから。俺もわからないんだよ。俺もわかってない。なぜ三島春子なのか。まあ、この子に関してはかなり動画にしてきたから話してきたし、まあ、新シリーズになったモンスターや、その特別にピックアップされたモンスター、まあ、カカシ先生とか、まあ、そういうのを除いたら、まあ、かなり知名度上がってきたんじゃないかなと思ってるぜ。まあ、それで運営が、あ、この子めちゃ人気あるっぽいわ。なんか知らんけども。すごい人気ある。新シリーズにしたろうと。やべ！人気あるモンスターは新シリーズにならねえか。うわぁ！どうなんだ？じゃ、そこわかんねえわ。でもなんか、運営ってうちにあんまり興味ないと思うから。まあ、全然来る可能性あるわ。まあ、さっきも言ったけど、まあ、コラボ関連の可能性もあるかなということで、まあ、今回予想していくわ。予想していくんだけども、まあ、コメント欄でめちゃくちゃ多い、コメント欄でめちゃくちゃ多いキャラクターいたから、もうそれ見ていこう。やっぱりこいつでしょ、立川さん。いや、三輪も結構あったのよ。だから三輪の可能性もあるんだけど、この立川さん見ていくと、作品中でもかなり実力者であり活躍もしている、追加があれば有力なキャラ、コメント欄から人気さが伝わる。
で、まあアニメ見てた人とか、まあ漫画読んでる人、あのコラボが始まったからアニメ見た人ってわかると思うんだけど、いやこの人まあまあ活躍するとか、まあ、結構活躍してるというか、あのなかなかいいポジションだし、かっこいいし、そのまあジンさんと、まあ、ライバル、まあライバルって言っていいのか、まあライバルだった、まあちょっと難しい、そこ難しいからちょっとあれだけども、まあ、そういう関係であり、まあ、めちゃくちゃ強いのよ。コラボが始まる前の予想にもすげえ名前上がってたんだけど、まあ、今回、まあ、まさかの登場しないということで、もし何かあるんだったら、まあ、立川さんの可能性が高い、まあ宮もあるかもしれないけど、立川さんの可能性が高いと、強いからな、めちゃくちゃ。というのが、このジンの SS ボイスというのが、あの立川さんたちに言ったもの、まあ、立川さんに言ったものなんだ、これが。その立川さんのクエスト、まあ、超究極とか出てきて、このジンの SS ボイスを使って、まあ、再現してくれんのかなと。だからまあジンが適正になる可能性もあるということなのよ。で、まあこういうことってあるのかということを過去の傾向から考えていくと、フェアリーテールコラボではコラボ開始3日後のモンストニュースで超究極の追加があったと。それが光ゼレフで、まあ追加情報ではないけども、7つの滞在では超究極が2つで、あの通常降臨が後半開始のものもあったということで、最近の傾向として、なんかほら、俺がコラボって最初にドーンって発表して、あとだんだんなんかもう何もなく落ちていくのが嫌だから、なんか追加を後でやってほしいって結構言ってた、そういう流れが来たんかもしれないけども、通常降臨でも後半開始のものがあって、まあ最後まで楽しめるようにしてくれてるのかなということなのよ。だがよ、ヒロアカコラボの時は確かコラボ始まって2日目ぐらいにモンストニュースあったけど、マジで何も触れなかったから、本当にあったらいいなという感じで、もうむしろもう何もないと思ってくれた方がいいわ、そういう気分でいようぜ。 OK、 あのコンテンツの次はということで、封印の玉露、この続きどうなってんのと。で、その覇者の塔が来るのは7日だから、今週発表しないと間に合わない、この封印の玉露で。一つ言えるのが、今まで獲得できた報酬の代わりは何かしら出てくる、そういうコンテンツは何かしら出てくるんだけども、それが覇者の塔とは限らない、じゃない、覇者の塔には何もない、もう今後あのままでいくかもしれないけど、別のとこにそのなんか追加コンテンツがあり、ちゃんとそこで今までの報酬は獲得できるよと。英雄の証とかも結構欲しいもんな。で、まあ控えはおそらくコラボ中には発表しないだろうということで、まあで、まあ今ちょっと言ってしまったけども、まあ次どんなものが来るのか、どういう点に注目したいのかっていうのを確認していくぜ。まあ予想される内容は、難易度、報酬、労力は玉露と同じぐらい、これは絶対に変わらないと思う、まあ、むしろ簡単化で、報酬に至ってはむしろ豪華になるかもしれない、今の環境に合わせていくなら、まあ、豪華にしてくれてもいいのかなと。で、注目ポイントは使い回しコンテンツかどうか、ここ結構重要。まあ使い回しコンテンツの最悪な結末は、例裏玉露、このパワーの属性が違う、何のために玉露とお別れしたのってレベルだから、これ来たら、まあ今までやってきたあの超絶とか爆裂のモンスターの、まあ、属性違いを見ることができるのは新鮮な気持ちになるかもしれないけども、まあちょっとそれよりは新しい何かを導入してほしいかなと。まあ対案版のやつもあるし、それでもいいんじゃないと思うけど、まあそんな感じだぜ。 OK、 まあ今回こんな感じというわけで、重心化予想やっていきますか。で、最近俺が結構ずっと予想してきたのに、俺が予想やめたら重心化するという、なんか戦法取られてんのよ。だから今回はその俺が今まで予想してきたやつを選ぶわ、水属性は。で、重心化回の方は別にいつも予想しないけども、あ、予想したことあるか、あ、じゃあ予想したことあるモンスターにしよう、それでやっていくぜ。さあ、今回の重心化予想は、プンワプンワプブガプンワプンワプンワプブガプンワプンワプンワプブガプンワトゥトゥケトゥトゥケプンワ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 プン、今回の重心化はこいつだ。プンプクプン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 プ
はめるん。オッケー、今回の予想はこんな感じ。おめえらの染まってる説明がババババ。いいからそこに並べ、俺が焼きをしてやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。焼き印って仕方ねえ。